それでようやく何十年も経って確かようやく大正の終わりか昭和ぐらいになってから認められて戻った要するに村を大事にするっていう気持ちがねそこの暮らしている何十代も暮らしている人たちなんかに強いわけそうすると放射性物質で汚染された地域ではあるけれども俺たちが取り戻した村を放棄してなるものかうそういうものすごい気持ちが強い。 はい、でそういうところの中で僕らとほぼ同世代の人たちにとってみれば俺たちはきっと何らかの影響で死ぬ可能性はある、うん、だけど俺たちがいてある時期汚染が相当こう放射性物質セシウム百137だったらまあ30年ぐらいで半減するとあるいは60年でさらに変わる90年で変わる120円で変わる。はい、ですから 明治の時の森を取り戻した闘争と同じような感じでね、うん、その地域を俺たちが守っていくっていう本当にあの悲しい決断がねそこにあるんだなっていう気がするんですね、うん、だからそういうことの延長上にあの安全だから戻ろうじゃないんですよ、うん、俺たちの暮らしてきたご先祖様と共にあった地域を俺たちが手放しちゃっていいんだろうか、うん、そんな気持ちだろうと僕は思ってるんですけどね、うん あの農地はあの汚染されてるし、ええ、私のとこだって、まあ、厳密に測りゃ裏山なんか大変なもんですよ、うん、あの植物の中での生体内濃縮っていうんだって当然起こってますからね、ええ、ですから、あのー、農作業をすることの中での危険だって当然あるわけですね。うん、ただ問題は 内部被曝の問題これは政府はなかなか、まあ、研究も進んでないらしいしねうこう水や食物を通じて体内が汚染されている問題で体内に取り込まれた放射性物質自体が射程距離は短くてもねずっと体内で放射し続ける直ちに健康に影響は及さないでしょうけどもねやっぱり、はい、数十年後もっと怖いのは 染色体の異常を発生すすることですよ、うん、私自身がチェルノブイリで見てきた、うん、ウクライナの病院のね、うん、標本のところにものすっごい数の体内で被爆,した被爆してまともな形にならずに、うん、死産した子供たちの標本ですよ。うん、まあ日本では取材したけれどもそういうのは残酷だっていうのは放映できませんでしたけどね、うん、僕の目にはしっ やっり映っいます、ね、未だに目をつぶれば浮かんできますよ、うん、これがやがて福島で起こる可能性があるっていう、うんうん、残酷な話ですよ、はい、ですから今日のね再稼働なんてね、うん、はっきり言っていろんな人たちが腰抜けなんだな、うん、大事なことについて決断できないんだな、うん、本当のことについて理解する能力がないんだな そういういいいとってもなんか悲しい思いですね。本当に悲しいどうして分かんないのかなんだ福島のことについてね関西の人ってのは所詮他人事だったんだなあの実態っていうことについて知ろうという努力があったんだろうかあったとすれば再稼働なんかありえないだろう、はい、ああいうことが起こってしまったらそれこそ地元の判断なんて関係ないんですよ 周囲何十キロって汚染されんですん関東だって赤城の山の有機農家は全滅ですよ事実上米が安全だと言って出荷したって買う人間なんかいませんよん福島の米を扱っていた洞屋さんで潰れたのは何件もありますようそういうことが関西でも起こり得るんですよだとするならば食べ物については今のところまあ100%安全とは思いませんけどね だけど比較的汚染されてない関西の土地で、ねはい、減産率だって東北に比べれば関西あるいは九州は高いんですよ、うん、場所によっては5割4割ねもう使われていないその農地が多いわけですよあるすよね,ね東北の方が要するに農業食料供給地域だってんで3割ぐらいですよだから九州なり中国地方なりあるいは近畿でも 使われてない農地をねもっとと大事にすべきだと思います、ね、うんまあ秋山さんそういう形で今まで丹精込めて作られてきたその農地もそしてまあ家も、まあ、失われてしまったわけですけれどももう今までのように福島で農業をするということはもう諦めてらっしゃるんですかあのうちはそのまま残してますしもうすぐしたったらあの荷物もね 関西の方に持っっててこうと思ってますけどだからずっと僕は椎茸農家だったんです、うん、他の野菜とか米は自給的なものでね、はい、ただもういい年ですからね改めてこっちであの雑木林探してねしいたけ農家難しいから関西だからね、うん、京都はあのタケノコの名産地ですからね、うんえー、竹取りの沖縄になってやがて来るかぐや姫を待とうか <laughs> こういう。 気持ちではあるんですけどまあ京都もだけどまあなかなかあのそういう農地を見つけるのは難しいですからね一応あの大学で今あの若い人たちにね、あのー、一応僕も今先生やってるんですよはいはいあの京都造形芸術大学の,、はい、であの大学の理事長にね「えー、大地に触れる」というテーマで若い人たちにそういう経験をさせてくださいっていうご依頼がありましてね あのお受けして今若い人たちに要するに種をまくそこから芽生える「自年って言いますねおのずから生ずいるというそういう東洋的なあの何か場面を無意識の世界にいっぱい積み重ねてもらいたいなん,うんっていう気持ちでいっぱいですね。 い,かがですかいやいや私あの一つお伺いしたいのがですねあの秋山さんはあの宇宙飛行士としてその宇宙からその美しいその地球の姿を見られましたでしょでそういう美しい地球がですねその原発の事故で放射能によって汚染されたと、まあ、そういうことについてこうどういう感想どういうお気持ちを持たれましたですか それからネバダの核実験場それからあの世界各地の核実験場、はい、そういうことで核の怖さっていうのは十分知ってるはずなのに、ええ、にもかかわらず核による世界の安定みたいなことに幻想を持ってきたわけですね、はい、だからその辺のところがこう変わらない限りこう悲しい事態っていうのは あの進行するかもしれないない現に私たちの若い頃の1960年代っていうのは本当にアメリカとロシアが核戦争を始めるかもしれないっていう危機感にあったわけですよ。えーはい、これがなくなっちゃった後にじゃあ僕らが今感じてるのは核の平和利用は幻想だったっていうことに早く気づかないとね僕の好きな人であの田中正造さんというはい あの明治天皇陛下に直訴を試みたという、はい、彼の言葉にあの「真の文明は山を汚さず顔を汚さず村を破らず人を殺さざるべし」だから、はい、今やっぱり地球に生きる者としては文明って何なんだろうなう本当の文明って何なんだろうかこれをきちんと私たち大人がね自分の中で整理して。 真正面から若い人たちにね私たちが作ってきた文明は相当インチキなものがあるお前たちにこんな文明を残したくないんだよだけどまあ腰抜けだったせいかね愚かだったせいか過去に学ばなかったせいかこんな事態になっちゃったというような気づいた大人たちが若者たちにねきちっと自分たちの愚かさを伝えていくべきだと思いますね。 うん、分かりましたあの秋山さん、番組終わりにもちょっと時間ありますので、はいえー、このままスタジオにいていただきますがす、はいえー、今日はあ宇宙飛行士の秋山豊宏さんにお話を伺っています。 え、先ほどの、お、秋山さんのお話にですね、たくさんメールが届いておりまして、えー、秋山さんのお話、録音しましたというですね、え、ラジオネーム、種巻が頼りさんという方ですが、政治家の福島を見捨てたという言葉、心の叫びを聞いた思いです。というメールです。こちらは、ラジオネーム、秋ら二号さん、秋山さんの知名度を生かして、福島で起きていることの恐ろしさを世界に伝えてほしいです。というメールです。藤田さんいかがですかそうですね、私もそう思いましたですね。えー あの秋さん最後にです、ねえー、最近マスコミに「脱原発」という文字がかなり出てきていて、えーまあ、脱原発について考えられているという,う感じがするんですけれども本当に政府も役所もそんな方向に向けて今動き出そうとしているんでしょうか。あの原子力村の構造っていうのは僕は国際的なもんだと思ってます。 はい、決して日本で完結するネットワークじゃなくてアメリカもフランスもねフランスの大統領が直ちに来たでしょうロシアもそうですよそういう国際的なあの原子力によって世界を安定化させようという人たちのネットワークっていうのはとっても大きいものだと思いますしですからその人たちが停戦量の被曝は大したことがないという大した 大ししたことないキャンンペーンは続けるでしょうから、はい、そこのところでやっぱり今逆に再稼働という事実そのものがね、はい、その原子力村が再び力を結集してですねあれは大したことなかったんだと、うん、福島のことはね通り過ぎて乗り越えて僕らはやっていけるんだという自信を回復した象徴だと思うんで、うん、脱原発という言葉が出てきたと言っても私は必ずしもね全体がそういう流れに。 行くとは思えないだから今私たち普通の人たちができることは沖縄に学ぶことだとだ思ってます、はい、沖縄の要するに何ていうのかな一人一人の行動直接行動も含めてねメモとか何かとかの報道っていうのはあまりにも少ないですよはっきり言って、はい、大集会をやったってちょっとしか報道されない、はい、こういうことによって私たちは心がめげてはいけないと思う。 一人がもう一人をこう納得させるというねその静かな広がり福島県民の怒りが静かに広がって広がっていくそういうネットワークによって変えられる可能性はあると思います楽観視はしてませんけどね秋山さん今日はどうもありがとうございましたラジオニュース種まきジャーナル今日はここまでです